中西俊博です。エレクトリックバイオリンってエフェクターで音を加工するのが醍醐味だと思ってるんですけども、今日ちょっとエフェクターを紹介しますね。まずルーパー、それからイコライザーですね。ルーパーって例えばこうやってずっと何回も再生できます。で、足すこともできます。これがルーパーですね。そしてイコライザー、イコライザーというのは音色を自由にこう、まあ、作っていくものなんですけど、例えばこういう音があるとすると、イコライザーで音をカリッと輪郭を出したいなんていう時に、甘い音にしたいなんて言ったら、まあこんな風にしたり、あと低音をすごいバッチリ聞かせたいなんて思ったら、まあこんなことができます。なので自分の楽器の音を自由にこう好きな音に持っていくのに、こうイコライザーってすごい役に立ちます。次にリバーブとディレイですね。リバーブの効果ですけども、ついてないとこういう感じ、つけるとね、こういうふうにバーッと広がって、音がポンと鳴った後にサーッてこう、残響がつくのがリバーブです。そしてディレイの方ですけども、例えばこういう音があると、ディレイをつけると、まあこういうふうになります。ディレイはルーパーと違って、その後に続く音をだんだんこもらしたり、だんだん歪ませたり、だんだん大きくしたり小さくしたり、つまり音を変化させることがとてもしやすいです。次はディストーションとオクターバーですね。ディストーションというのはもうエレキギターの人が大好きなエフェクターで、僕も大好きですけども、例えばこういうフレーズがあると、ディストーションをつけると、こんな感じになります。これね、いい音ですよね。そしてオクターバーは例えばこういうのにオクターバーをつけると、まあオクターブ下が足されるという、ベースの代わりになったりしますけども、オクターブ上を足すのとか本当にいろいろありますね。で、次にこのオクターバーとディストーションを一緒に使うとどうなるか。いいでしょ。今代表的なエフェクターをね、いくつか紹介しましたけども、エフェクターってもっとものすごいいろんな種類があるんですよね。で、まあ一個一個買っていくと本当にお金もかかるし、重たいし大変なんですけども、そういうのが全部入ったマルチエフェクターっていうのもあります。こういうのもいじってみるのも手かもしれません。それでは今説明したエフェクター、それから他のも使ってちょっと面白い演奏してみます。